砕いて楽にしてやろう。 敵の注意は引きつけたわ。あとは。なんだ俺が。
ことができますか。 なんという強さよ。 味方の総崩れだけは防がねば。今川の方々、体勢を立て直せ。ここは臨時にこの家康が指揮を取り申す。敵増援、開門。俺に任せよ。勝利条件変更。今川の者どもを追撃せよ。 丸根砦を開け。敵増援。一筋縄ではいきそうもないわね。無理は禁物よ。撤退する。 程度の戦果、誇れる気がせん。開門。もうダメだ。逃げろ。むっとし、根絶やしにせよ。 今川軍は総崩れだなんて。でもまだ生きてる人は助けられるはず。戦いましょう。今川家の明日のために。なんだ俺が。敵増援。無用よ、奴らを撃って。
砦が落ち、今川が崩れる前に戦う。そのくらいの覚悟なしに、あの武人は納得しないのね。言葉は無用、ただ武で語れ。 ここより信長が時代を変える。忙しくなりそうね。